い、皆さんこんばんは。フリーダムミュージックのシンガーボイストレーナーのあやかです。どうもおかえりなさい。ということで今回はもうめっちゃ寒い、今寒くて絶賛体調悪いんですが、そんな中でも寒い時期に聴きたい曲といえばもうこれじゃんと思ってちょっと古いんですけど、やっぱ名曲だよこれは。もうね、その流行った時も名曲だと思ったけど、何年経っても色褪せないこの曲。もういつもなんか新鮮な気持ちで聴ける。これほんと作った人も歌ってる人も本当にすごいなと思います。なのでちょっと大人になられた中島美嘉さんの雪の花を一緒に見ていきたいと思います。雪の花、中島美嘉さん、どっちも初見ではないですが、ファーストテイクは初見かな、私多分。なんか歌い方変わってたと思うんだよね、多分他ので見た時に。超楽しみです。そら変わるよね、もうね、年を重ねていくにつれて歌い方変わるのがまた一つの味になるわけで、もうそれがめっちゃ楽しみなので、ぜひ一緒に見ていただけたらと思います。それでは行きましょう。赤が似合うずっと思ってた。白と黒と赤似合いません、この方。何着ても綺麗けどね、元が。この方でもすっごい独特の歌い方するじゃないですか、モノマネされるぐらい。だからボイトレとか どうしてんのかな、してない感じするんだけどな。さすがに今はしてるとかなのかな。来ましたね。なんでこんな美人に生まれるんだろうか、同じ人間で。この曲歌いたい人多いんじゃない？わかるよ、めっちゃわかるよ。伸びた影を、伸びた影を、結構ビブラート多めになってます。まあでももともとビブラート多めの方なので、まあ、そこまで変わってるとは思わないですけど、まあその原曲の歌い方とは全然もう変わっていますね。で多分今後この後続いていくのもビブラートは結構多いと思います。ただその勘違いしたらダメなのは、じゃあずっとかけてるかそうじゃなくて、次歩道に並べってちゃんと切りました。だからその歩道に並べってやってるわけじゃなくて、毎回やってるわけじゃないので、その歌う時にあビブラートつけたいなっていう人はぜひね、つけたりつけなかったりをしてください。ちゃんとそのさじ加減はセンスですね。センスがかかってるけど、泣けちゃう、これエッジですね。もうエッジは何回も出てくるのでぜひ覚えてください。泣けちゃうくらいじゃなくて、泣けちゃうくらいって今歌ってらっしゃったので、ぜひ真似しましょう。裏声綺麗、わかりますかね。ピアノのテンポよりはずっと後乗りですこの方、ずっと。まあいつもそうなのかわかんないですけど、基本それが癖だと思います。後乗りっていうのはわざとずらして歌うことです。わざとなのでインテンポは取れるはずなんだけど、まあそれをわざと遅らすことによってバラード感を出してます。むずい。なんかね、ちょっと特徴のある裏声を出すタイプで、今年最初の雪の花をとかじゃなくて、花をってちょっとなんかちょっと声楽っぽいのが入るんですよ。それがまあ一つ特徴なので、若干真似しにくいと思うんですが、まあ真似したい方はちょっと裏声になるときに若干声楽のイメージを持ってやるとやりやすいかもしれません。ほら、ぽくない？わかる？君、ウィスパー。思った。基本でもまあ、たーとかまっすぐはないですね。たー。うん、基本的に一番印象的なのは、まあ、ビブラートとあと裏声のその声楽感ですけども、もう一個気になったのが言葉の運び方というか、言葉の使い方がめちゃくちゃ意識されてる。日本語の、わかるかな？心からそう思った。わかる？心からそう思った。
だと旋律は美しいしリズムも合ってるんだけど、それよりも喋っている、本当に思って歌っているを優先する方なんですよ。だから心からそう思う思ったってなるのよね。最近のあゆもそうだよね。あゆって勝手に呼んでますね。浜崎あゆみさんもそうで、あの言葉を重視するとああいう歌い方になっていきます。すごく丁寧に歌ってるのが伝わってくる。祈ってわかる？本当に祈ってんのよ。窓ちょっと溜める。どんな マイクさっきギリギリで歌ってたのに今どんなって下がってったのはもう分かると思いますけど、さっきの音量のままマイク近かったらほらマイクの音量ギュッて上がっちゃってちょっとうるさくなるので、そのまあ言ったらマイクテクニックを使って下がってるんですよね。これは意外とできない方多いんですが、ちゃんとされてるのはもちろんプロ歴が長いので当たり前なんですが、まあ、こういう細かいことも意識しないといけないので、本当にこのマイクを立てて歌うっていうのはすごく難しいです。もう何本かこうやっても歌う方が楽ですよ、できるから。でもこれはだと自分で動かないといけないし、あんまりガサガサ動くとガサガサ音が入るし、もう本当にこのレコーディング形式のね、あの歌い方っていうのはね、ボーカル泣かせでございます。本当独特、マジでボイトレしてない感じするな。多少はしてるかもしれないけど、その人生においてずっとしてる感じはないな。それがいいんですよ。だからそういうパターンもあるのよ、しなくていいパターンね。そういうことじゃないんだよねっていうのが伝わってくるよね。はい、来ました、締めろ。裏声に行くのが本当うまい。この髪型、この他にいないよね、本当に。これミックスかな、でも裏声寄りのミックス。いやー、こんなに個性的な歌い方する人久々に聞きましたね。真似できないもん、本当に。まあ、逆に特徴ありすぎてモノマネされるっていうパターンありますけど、いやすごいな。どういう音楽を聴いてきたかがすっごい気になる。強いね、思ったより強い。思いが、はい、入りすぎて強くなっちゃうのかな。込み上げてくる感じ。目が綺麗。ごめんなさい、関係ないけど、めっちゃ綺麗。いや、でも彼女の良さは目もあるよね。全身全霊で歌いましたっていう日本語が合うんじゃないでしょうか。いやー、ボーカリストですね、シンガーですね。伝わってくんもんな。倒れちゃいそうだもんね、今にも。いい顔、ありがとうございます。初見じゃないのでそういう驚きはないんですけど、彼女の歌い方がアップデートされた歌い方っていうのを今初めて見たので、そうですね、やっぱ歌手の方っていうのは人生を、自分の人生全てをさらけ出して歌ってるんですよ。なんて言ったらいいのかな、自分のことを理解してもらわなくていいとか、自分恥ずかしいから自分自身のことを隠して歌うとか、そういうことできないんですね、歌手の人って。もう全部さらけ出さないと受け取ってもらえないんですよ、お客さんに。だから恥ずかしがり屋だったりとか頑固だったりとか素直じゃない人ね、取り繕う人とかは歌手にはあんま向いてないというか、まああんまり、それは
うん、歌手じゃなくてそれ自体はこういうなんていうかな、本当に全身全霊で本当に心を込めて歌うっていうのは本当にね、なんていうのかな、心身ともに大変ですね、うん、体も健康じゃないと歌えないし、疲れるしね、エネルギー使うから。でその曲にもよるけど、まあこれはちょっとあったかい歌詞も入ってますが、本当の意味は私たちには分からなくて、この中には、うん、悲しいというか、その時思い出して苦しいっていう、ニュアンスがもし含まれてたとしてですけど、そういう曲のパターンの時とかは言ったら思い出さなくてもいいことをまた思い出して歌わないといけない、またその時と向き合って毎回ライブとか毎回歌わないといけないってなってくると、結構精神的にやられやすい職業でもあるんですね。だから彼女はなんかもう人生をかけて歌手なんだなっていうのが今本当に伝わってきました。もうなんか見ててなんていうか、いろんな気持ちが湧いた。感動もしたんだけど、どっちかっていうとそういうなんか凄みを感じました。だからもう本当その私も歌い手ですけど、その彼女のレベルまでその売れてる人たちの心情はわからないので、もうなんかなんていうのかな、わからないんだよ、わからないんだけど伝わってきた。もうなんかいろんなことと戦っていろんな祝福もあっただろうし、いろんな成功も収めてるけど、それ以外の経験が声に出てるんだよね。もう何とも言えないですね、これは感じ方なのでね、私の感じ方なので正解とかじゃないんですけど、本当に歌手選ぶっていうのはなんていうのかな、大変な道を選ぶなっていう感じですよ。本当夢を与えるっていうのはいいんですけども、夢を与えるっていうのはまあ一部のことであって、それ以外にどんだけのことをしてるかっていうのが伝わってくる動画だなって思いました。なんか感想がちょっとごめんなさい長いんですが、それぐらい凄みを感じたっていうことが言いたかったです。はい、もうこのぐらいにしておきますね。はい、ということで今回は中島美嘉さんの雪の花をリアクションを解説させていただきました。本当に心に響きました。ということで、もし楽しかった、参考になったと思ってくださった方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。質問や、ご要望、曲の解説のご要望などもぜひお待ちしておりますので、よかったらコメント欄にコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。